はい、こんにちは。今回はね、亀田のカレーせんべい。では、いただきたいと思います。亀田のあられ、おせんべいじゃなくて、あられじゃなくて、カラーせんべいだ。カレーせんべいでしたね。カラーせんべいってなんだよ、みたいなね。まあ、確かにある意味間違ってはないですけどね。では、いただきます。香りが強くて、でも意外とそんな辛くないね。ほんの少しで辛いってぐらいで、意外とそんな辛くなくて、こうすっきりと、さっぱりした味ね。で、これはなかなかいけますわ。で、このような柔らかくて、もういかにもおせんべいって感じな。香りと、ここが良くてね、なかなかいい味わいだなって感じで、ほんのりと スパイシーが効いており、その中でこのカレーが持つ、味わいがいいですね。なのでこれはこうしてなかなかいいね。味わいではないかと思います。で、この さっぱりした感じにインド風のおせんべいの味、これがなかなかいいなって感じです。どうもありがとうございました。